はいどうも中村です。今日はですね、大阪府淀川区にあります重曹の今駅前に来ております。でまたいつものように Uber Eats やろうと思うんですけれども、この辺りはですね、今ブーストが 1.6 とシミがギリギリないぐらいですね。で時刻がですね、今7時26分となっております。で今日10月10日の日曜日ですね。まずはオンラインにしたいと思います。で最近ですね、まあ動画でもちょいちょい言ってますけど、まあなりが悪いんですよ。動画以外でも普段稼働してても結構ね、1時間ならへんとか2時間近くならへん時とかも、まあ2時間はちょっとあんまりないかな、でもまあならない時があるわけですけど、はい、なってくれましたね。ちょっと待ってくださいね、撮りまーす。よいしょ。17分541円、西中島店ですね。まあでも撮りましょうか。はい、撮ります。はい、それでですね、まあならない閑散期なわけですよ。10月11月とかはね、まあじゃあどこがなるかっていうとね、まあそれちょっとね、僕もわかんないんですけれども、個人的にでもなんか相性がいいとことかあるじゃないですか。相性悪い、なんかいつ行ってもなれへんとこと、いつ行ってもなんか結構なってくれるような場所があるんですけど、僕で言うと個人的には重曹結構なるんですよね、相性がいいっていうか。今日も早速なってくれましたけど、なのでまあ久々に言うてね、そう結構来てなかったんですよね。結構来てなかったんですけど、やっぱり重曹なってくれるんかな。まあ重曹じゃなくて西中島でしたけどね、お店がね。あ、もう 550m、 もうすぐ近くですね。これ何屋さんやったの、ちゃんと見てない。焼肉屋さんですね。肉読めない、牛トラ西中島店。はい、まあそういう感じでですね、結構期待してるんですけど、重曹に。ただ今日ちょっとあれなんですよね、全然雨が降ってなくてめっちゃ晴れててですね、予報も晴れ予報で雨じゃないんですけどね、雨クエ出てるんですよね。なんとね、150円からの雨クエが出ておりましてね、やっぱ雨が降ってない雨クエが出てる日っていうのはちょっとなりがどうなるかわからないですけど。で時間がでもね7時半なんで、アメクエどうでしょうね、6軒行けたら嬉しいなっていう感じですけど、まあ、ちなみにあれですね、見た感じの配達員さんはめちゃめちゃいっぱいいてますね。最近結構ね郊外ばっかり行ってたんですよね。なので久々にこういうとこ来ると配達員さんめっちゃ多いですね。もうそろそろこの辺やと思う。あ、あった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 、ありました。はい、到着です。肉醤牛子さんですね。はい、ウバイツです。253です。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りまして配達に向かいたいと思います。お届け先がですね、東淀川の方で3キロぐらいですかね、向かいたいと思います。で今日は重曹からスタートはしましたけど、まあアメクエも出てますんで、別に重曹にこだわるわけではなく、まあ、ずっとオンラインにしといて、まあ、ならんかったら重曹に戻りますけど、なればまあどこでも行こうかなというか、まあ、どこでもって多少は選びますけど、ある程度は行こうかなと思っております。はい、今ですね商品をお届けしまして、お届け先でですね次が鳴りましたんで、次がですね旭区の王将が鳴りましたんで向かいたいと思います。ちょっと距離わかんないですけど、川越えていく感じですかね、多分ね。で今のところがですね、ちょっと焦ったというか、写真が全然アップできなくて置き配やったんですけど、なんか前も写真なかなかアップできない時があって、その時はあれなんですよね、通信制限、速度制限がかかっちゃってて遅かったんですけど、今日まだ10月の10日なんでそれはないと思うんですけど、なんか全然アップできなくて、まあ、結局写真は送らんかったんですけど、で最終なんかあれなんですよね、 3G になってましたね。びっくりしましたね。マンションでしたけど4階なんでね、そんなに電波悪いことないと思うんですけどね。まあとりあえずですね、無事アメクエ1軒目150円、
ゲットしましたんで、どんどんあと5件ですか、10時までにあと5件行けたらいいなって感じですね。結構なんかあのお店が直線距離で結ぶとね、まあそんな遠くないんですけど、 3.7 キロって書いてますね。あの川越えるのにちょっと迂回せなあかんですよね。これなかなかめんどくさいですね。はい、餃子の王将さん到着です。ウーバーイーツです。301です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りまして配達に向かいます。もう配達は同じ旭区内で、まあ、2キロないぐらいですね。すぐ近くだと思います。旭区ってあんまりやったことないな。多分この王将も来たことはありますけど、あんまりがっつり旭区でやった記憶がないですね。また来てもいいですね、この辺もね。これまあ続けてなってくれるのは嬉しいんですけど、あれですね、一旦こっち側、川のこっち側来ると重曹の方に自然に戻るのは難しいかもしれないですね。はい、続けてなってくれてます。ホットモットさん、大宮ってどこでしょうね。旭区なんですかね。うわー、これちょっとやばいな。鶴見区の方行くな。鶴見区か、ちょっとこれきついかな。いやまあ、いやじゃあこれはちょっとやめとこうかな。いやでも取ろう。あー、どっちやろう。はい、続けてなってますね。マグロ一徹千林店、千林ですか。なるほど。お届け先がちょっと読めない。東淀川区、あ、これ取りましょう。東淀川の方に戻りましょう。あ、お待たせしました、ウバイツです。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品をお渡ししまして、次のお店に向かいたいと思います。で、あれですね、天気予報が全然晴れやったんですけど、ポツポツ雨が降ってきましたね。すごいですね、ウーバーの予想は。まあ雨クエ出るほどの雨じゃないですけど、一応雨降りましたね。すごい。で、ちなみにお店までは2キロぐらいですかね。多分2キロぐらいだと思います。はい、マグロ一徹さんですかね。到着です。よいしょ。ウバイツです。ACF です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りまして配達に向かいたいと思います。お届け先が東淀川区で、4.4 キロって書いてますね。5キロないぐらい、4キロちょっとぐらいですね。向かいたいと思います。いや結構いい感じになってくれてますね。場所的にもまあ一回また川の向こうに戻ってですね、重曹の方も行けるかもしれないですね。まあこのペースで行けば、今8時半で9時半10時1時間半なんで、まあうまくいけばアメクエ6件クリアできるかなっていう感じですね。クリアしたい、せっかくやから。今これ森口市ですね。前なんかここ来ましたね、多分ここ来たな。森口市来ましたわ。これがあれですね、豊里大橋。なんかね、その森口の稼働した時かな、なんかこの豊橋大橋、何でしたっけ、そのこの辺りがいいよっていうのをコメントもらってましたね。そういえばこの辺になるんですかね。急になんかあれですね、雨が結構降ってきましたね。すげえな、ウーバーさん。あれヤフーの天気予報とか晴れやったんですけどね。あれウーバーどの天気予報を見てやってんやろ。当たってますね、雨降ってきたわ。全然雨雲なかったんですけどね、雨雲レーダーもやばい。あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい、なってます。あ、スシローか。スシローは取らないっす。スシローは基本取らないっす。はい、は
はい、まずですね、商品をお届けしまして、次はなってないですね。次はなってないというか、まあ今スシローさんが一回なりましたけど、僕ちょっとお寿司は最近取ってないんで、それは拒否しまして、今のところなってないですね。で、一応まあなってないんで、重曹の方に向かって走りたいと思います。で、今一応3軒行って2100円ですかね。単価も悪くないですね、染み付いてないのに。一応ね、あれなんですよね、別にオフラインにしてないんですよね、重曹戻るのに。オンラインにしたままなんですけど、まあちょっとならないですね。やばいやばい、あと3軒行きたいな。3軒行きたいんやけどな。まあでもね、あれなんですよね、重曹行ったら鳴ってくれるんでね、とりあえずね。はい、鳴ってます。はい、撮ります撮ります撮ります。ちょっと待って、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 よいしょ。どこでしょうね、ちょっとわかんないですけど撮ります。どこでしょうね。あ、まあ近くや、よかった。淀川区ぬくぬく屋さんに向かいたいと思います。いやー、左方向です。よかった、重曹つくまでになってくれましたね。いい感じで、いいところまで戻ってきてなってくれたんで、ちょうどいいですね。よかった。ぬくぬく屋、ぬくぬく屋さんって何屋さんでしょうね。ぬくぬく屋、多分この辺なんですよね。こう曲がるか。あった、え、これかな。あった、お好み焼き屋さんですね。ありました。ウバイツです。と QF です。はい、ありがとうございます。はい、今商品受け取りまして配達に向かいます。っていうか、もうここあれですね、完全に重曹ですね。お届け先がですね、梅田の駅の近くのホテルですね。また川越えますけど、まあ梅田は全然近いもんなんで向かいたいと思います。距離的には3キロですね。今これ4軒目なんで、あと2軒ですね。やっぱあれですね、重曹に来たらすぐなりますね。さすが、もう大好きですわ、重曹。お届け先ホテルなんですけど、ホテルのロビーで受け渡して書いてくれてるんで、多分スムーズに行きそうですね。今ヨドバシカメラのホテルがヨドバシのとこのホテルなんですよね。なんかめっちゃ楽やと思ったら、ロビーが9階で、ロビーが全然見つからん。これね、乗ったエレベーターが違うとこのエレベーターで、ちょっと、これだいぶ時間使ってるぞ、これ。お好み焼き持って。これですかね。あ、はい、すいません、お待たせして。はい、ありがとうございます。やっと戻ってきましたけど、時間が9時17分、無理かな。やばい、だいぶ時間使ってもうた、これ。よいしょ。次が長靴ミートさんに向かいたいと思います。疲れた。はい、ホテルがですね、ロビーで受け渡しはロビーで受け渡しだったんですけど、そもそもロビーが9階なんですよね。で、ホテルのロビーに直行できるエスカレーターですか、バイク止めたとこから結局すぐやったんですけど、違う方のね、違う方乗っちゃうんですよね、こういう時ね。で、違う方を乗ったら、またそっからはいけなくて、一回また降りやんとあかんくて、降りて、また端から端まで歩いてですね、なかなか結構大変ですね、これ。ちょっと覚えとかなあかんわ。多分もう近くやと思うんですけど、とりあえずあれですもんね、これがだから5軒目やから、ピックだけしたら、次譲ってくれたら6軒目取れるんで、それで、クエストクリアできるんですけどね。人多いなー、梅田は。もうね、緊急事態宣言解除されましたもんね。今9時半ですけど、梅田は人がたくさんいらっしゃいます。長靴ミート、ここかな。どうやろ、違うな、ここじゃない、どこや。あ、あっこか。
こかな。いやこれ分からんって、分からん。あーこう来たことあるわ。ウーバーイーツです。 19P です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品を受け取りまして配達に向かいます。お届け先が西中島ですね。ちょっとお店が分からずにですね、ちょっとあれですね、流れが悪くなってますね。これはちょっといい感じじゃないですね。頑張っていきましょう。でもうこれだから配達中になってるんで、ここで今9時32分なんで、もう一回なってくれたらクリアできるんで、なってほしいところですけれども、ちょっとこのお客さんだいぶ待たしてますね。さっきのホテルと今店が分かんなくて、若干まあ若干ですけどね迷ったんで、やばい、ちょっと焦ったから、汗がもうボタボタ、汗が。まだ暑いですね、10月でもね。今日なんか昼間めちゃめちゃ暑かったですもんね。家クーラーかけてましたからね。もうあと数百メートルぐらいで着くぐらいですね。1キロないぐらいで、もうそろそろ次なってほしいですね。さあなってくれますでしょうか。今西中島南方の駅前ですね、信号待ちしております。いやしかしあれですね、Uber のアプリもそうですし、 Google マップもあれですよね、この信号待ちでくるくる回るのやめてほしいですよね。これ結構ね、なんかもう方角がわけわからんようになるんでね。ああ今気付いたけどマンション名ないっすね。大丈夫かな。よっしゃなった、なりました。ちょっとどこか分からへんけど、もう撮りますね。おーやばい。あまあいいや、撮りまーす。よっしゃ、東淀川区ですね。びっくりした、東大阪かと思った。はい、今ですね商品をお届けしまして、次になったのが重曹のデリズなんで、向かいたいと思います。やっぱ重曹になりますね、いい感じ。6軒目、これではめくえクリアですね。キャンセルとかなかったら。結構ちょっとさっきのホテルのやつは時間かかりましたけど、なかなかあれじゃないですか、今日はいい感じでなってくれてますね。最近もほんまなってなかったんでね、これは嬉しいですよね。やっぱまあ単価もねあれですけど、なってくれんことにはあんまり楽しくないというかね。まあで今日結構そんなに単価も別に安くなさそうなんでね。ウーバーイーツです。FDBF ですね。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りましてお届けに向かいます。お届け先がですね新大阪の方ですね。3キロぐらい、東淀川という駅あるんですかね、東淀川の駅の近くですかね。あーやっとちょっと落ち着いてきました。ちょっとこれ一回この一件終わったら休憩しましょうかね。あ、ウーバイツです。はい、今ですね商品をお届けしまして、ちょっと休憩しようと思ってたんですけどなったんで、そのまま行きたいと思います。でお店はですねお届け先からもうすぐなんですけど、ちょっと駅の反対側だったんで、ちょっとだけ回らなあかんのかな。おー低っ、 1.5m 低っ、怖い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 、当たるなこれ、当たるわ、怖っ。怖い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 、めっちゃ怖い、ギリギリ、もう分かるかなこれ、映ってるかなこれ、怖っ、怖い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 、ギリギリやんこれ。いや映らへんやろな、低すぎて映らへんやろな。よいしょ、すごいなこれ。でこのお届け先がね多分吹田の方なんですよね。ちょっと吹田の距離感が分かんないんで、まあことと次第によってはこれで終わりますけれども、メインや、これあれかな、ちゃうな、どれや、あーあったあったあった、ありました、よいしょ到着。
ウバイツです。あ、そうです。はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品を受け取りまして配達先に向かいます。お届け先がですね、南スイタというところで、まあ、遠いかなと思ったんですけど2キロぐらいですね、すぐ近くです。向かいたいと思います。ちなみに今ですね、時間が10時15分で、あの10時回りましたんで、アメクエはもう終了ですね。まあ6軒行けたから全然いいでしょう。どうせ12軒はね無理やったと思うんで。すいません、お待たせしてありがとうございます。はい、今ですね、商品をお届けしまして、次は鳴ってないですね。次鳴ってないんで、ちょっと一回休憩しましょうかね。ちなみに今ですね、2時間56分、まあ、3時間で7乗車で5880円ですね、今のところね。ちょっと休憩したらだいぶ元気が戻ってきましたんで、もうちょっとやりましょうかね。一回カメラ止めてもうちょいやりましょう。今時間がですね10時32分ですね。とりあえずオンライン。はい、ということでですね、今時刻が1時半ぐらいですかね、1時20何分かだと思うんですけど、今14軒目の、商品をお届けしまして、次15軒目のお店に向かってるとこですね。で、これでですね、一応1万円超える予定なんで、もうこれで終わろうかなと思って、新規のリクエストは止めてます。で、場所は今西淀川区になるんですかね。今から向かってるのがどこやったかな、中尾かな、中尾に向かってると思います。あ、もうあった、左方向です、その先到着。ウバイツです。96です。はい、ありがとうございます。はい、今商品を受け取りまして、今からお届けに向かいます、ね、お届けも西淀川区ですね、4キロぐらいですかね。いやー、まあまあ疲れましたね。今これ15軒目行って、ほんまはでもあれなんですよね、あと2軒行ったら日またぎのクエストもクリアできるんで行こうかなとかも思ったんですけど、もう時間がね1時半なんで、まあもういっかと思ってこれで終わろうと思います。で、今日結構あれですね、動画止めてからもそうですし、動画回してた間もそうですけど、結構鳴ってくれましたね。で、あれからタワマンとか梅田のタワマンとか結構時間かかったとこがあったんですけど、鳴るの自体は結構ね、ほぼほぼ切れ目なくなってくれてましたね。あの後ちょっとまあ重曹付近をうろうろ配達あって、で、西淀川の方に流れてきて、まあ、西淀川で何軒かやったみたいな感じですかね。まあでも時間にしたら件数どれぐらいなんでしょうね。なんかちょいちょい時間かかっちゃったとこがあったんでね、あれですけどね、鳴りは良かったですね。もうなんせもう最近ほんまに鳴りが悪かったんで、もう鳴ってくれたら、今日みたいな感じで鳴ってくれたらめちゃめちゃ楽しいですよね。やっぱりね、重曹相性いいっすよね。まあ重曹だけじゃなかったですけどね、今日は。はい、今ですね、商品をお届けしまして、時刻がですね1時40何分か、もう2時前になってきてるんでね、割となんかね、鳴ってくれるんでちょっとテンション上がってやっちゃいましたけど、だいたい6時間ぐらいですかね。6時間やりまして、15件ですね、15件で1万463円かな、いくそれぐらいだと思います。いやー、なかなかちょっと疲れましたね。まあそんな感じでですね、またいろんなところ行って Uber Eats やりたいと思っておりますので、 Uber Eats の配達にご興味ある方、 Uber Eats の配達員やってみようかなと思っている方は、ぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。